キャスリン・ティッケルキャスリン・ティッケルは、イギリス出身のノーザンブリアン・スモール・パイプや、フィドル奏者。数多くのアルバムを発表し、ライブツアーも、積極的に行っている。ノーサンバーランド北タインバレー出身の一家に生まれる。家族、特に地方の伝統音楽奏者である父、マイク・ティッケルや、ウィリー・テイラー、ウィルアト・キンソン、ジョー・ハットン、 トム・ハンターら伝統音楽のミュージシャンから影響を受け、9歳の時にスモール・パイプを手に取った。13歳の時にはスモール・パイプのコンテストで優勝。その頃にはフィドルの演奏でもなお知られていた。1984年には初のアルバムオン・キーイルダー・サイドを発表。同じ年に入荷するアポンタイン市市長から任命される公認パイプ奏者に指定された。 1986年からはプロとしての活動を本格的に始める。定期的にヨーロッパツアーを行うかたわら、スティングをはじめとする著名なミュージシャンとの共演もこなすようになった。1990年にはキャサリン・ティックル・バンドを結成。メンバーはピーター・ティックル、ジュリアン・サットン、イアン・スティーブンソン。彼女のアルバムでは、 共演者たちによる幾種もの感覚器の演奏を聞くことができる。例えば、トロイド・ノックリーのイリアン・パイプス、パトリック・モラールや、マーティン・ベネットのバグ・パイプ、アンディ・シェパードのジャズ・サクソフォンなどである。また、イングランド北東部の伝統音楽の巨匠、トム・ギル・フェロンやア,アリスター・アンダーソンも参加したことがある。2002年には、14から19歳の若く才能の、 あるミュージシャンを育てるフォーケストラノースプロジェクトで指導者を務めている。ありがとうございます。